またちょっといじります。じゃあ、お、当選した方おめでとうございます。インターネットサイン会当選した方おめでとうございます。楽しみにしてますね。落ちちゃった方も、そう、お話し会とか会える機会はね、あるので、そう、できればになっちゃいますが、お待ちしてます。あ、みんな最初に戻ってるんだらしいです。何最初って、からない、ケーブルみたいな、うんうん、出てないね、ママの。何でした、あ、消した定型文、うん、消せるんや。消せるか、などれかタップしたら消えた。あー、なるほど。今日そう、涼しそうな、でもこの上にあのジャケット着てました。涼しい感じのインディーホリックさんのあのセットアップのやつ、ミント色のセットアップのやつの上だけ着てましたね。今日少しユーナと話したんですよ。そう、話しました。ちょっと肌寒いね、もうね、うん、なんかすごいさ、気温が変わるからさ、風邪ひきそう。わかるね。インスタの写真のファッション良きでした、ありがとう、嬉しい。イーハンさんが撮ってくれました。うん、あとインスタでさ、そう、おされさんの投稿でね、あのハーフアップハールアップって間違ってて、そう、反応したんだけど、気づいてくれたかな。ね、これから絶対だんだん寒くなるよね。最近ね、おされさんがね、上げてくださってるんです、メンバーみんな。選抜の MV に出てる選抜メンバーのなんか髪型のこととか毎日投稿してくれてて、そう、楽しみに毎回読んでるんですけど、ね、私反応してたんですけどね、そう、気づかれてなかったです。そう、でもいつか気づくといいな。りんちゃんも気づかなかったのかな。結構毎回楽しみに読んでるから、そう、気づいたよ。ハールアップっていうアップがあるんかな、逆に。え、それな、そう、サレさんが上げてる写真良すぎる、わかる。そう、今日ゆいゆいとりんりんだった。で、りんりんの方の投稿のなんかウェーブ分けでハーフアップで、ハーフアップにしておりますってところがハールアップにしておりますってなってて、そう、反応したけど気づかれてない説ですね。皆さんぜひ見てみてください。そう、りんちゃんの投稿、結構みんなそれぞれの髪型、結構今回ね一緒に考えたので、やっぱこだわりとかさ、いろいろ書いてくださってるから、それが嬉しくて、みんなの読んでて気づいちゃったよね。私の写真も多分後々アップされると思うので、お楽しみに。そう、いろいろ書いてくれてるんですよ、嬉しいよね。あ、私も誤字してるらしいです。直してってきた。誤字に誤字？あ、フォッなってる。T O O がない最後の。私も誤字ってました。
私もごじってました。そういうとこよ抜けてる。オッケー。フォッフォッフォッてはなくてホッってなってた。 T なってた。 O がなかった、うん、っていうごじでした。英語習ってるでしょめっちゃ苦手やけどねんでもみんないいねって言ってくれて嬉しいな。めっちゃ買ってよかったなってすごい思ってます。この服ね。そうね、5時昔に比べたら減ったよね。メールとかさ暗号だったもんね自分も後から見てさ、あれこんな意味わかんない日本語使ってんだ自分って思ってた。さっきさママにさ、うん、送ってなんだっけ。あ、確認でね。ちょっと確認で一時期ママにチェックしてもらった時もある。そう、いまだにあのツイッターとかインスタグラムに載せるものとか、なんか不安になったらスタッフさんに確認してもらってる。これ大丈夫ですかみたいな。うん、いやでも本当デビュー当時のモバメは恥ずかしい、見せられない。あの時はあの時なりに頑張ってたんだけど、あの時の私なりに頑張っていろいろね試行錯誤やってしてたんですけど、ちょっと今見るのはすごく恥ずかしいからすごい嫌だ今となってはすごい恥ずかしい過去です。うん、そうね、最近はすごい等身大の私で書いてます。去年何があったよとか。そうね、小学生から上がって中学生になりたてだったからな。そうね、うん、いや比較したくないわ、恥ずかしすぎる。そう、いろんな登場人物できてたよ。なんかみゆごとかみゆごとかいろいろ作ってたよね。え、覚えてない？いや全然覚えてない。そう、モバメ始まった頃はなんかそういうね、私だけじゃなかった、いろいろいて怖い怖いだよね、本当に。でもあれは本当私なりにねやってたんです。そう、やってああなってた。そうだから今となっては黒歴史、すごい恥ずかしい。中二病ではないんですけど、なんかね、私のメールだけのなんか特徴というか、そういうのが欲しいなとかなった時にそうなったよねっていうそういうようになったよねみたいな感じです。まあ中1中2ですから。はい、あ、お花が新しくなってる、家の。え、ひまわりになってる。してくれって言ったじゃん。ありがとうね、やっぱまだひまわりかなってるね。ひまわり、今年最後のひまわりじゃない？最後だと思います。キレートレモンも増えてる、ありがとうございます。そう、意外に売れてたよ。売れてた、うん、私キレートレモン毎日飲む、ほぼ毎日飲むのが最近習慣になってて、私肌にもビタミンの美容液最近ぬりぬりしてるから、めっちゃなんか最近ビタミンめっちゃ摂取してます。ビタミン摂取したらね、肌荒れとか減った気がします。うん、ちょっとブツブツ減ったかもね。なんかビタミンって偉大だなって最近よく思う。酸っぱいけどなんか慣れました。
飲み物です、キレートレモン、めっちゃいいよねあれ、うん、あ、野菜も取ってます、うん、今日全部野菜だった、まだ食べれるよ、まだ残ってるよまだいけるよ、うん、あとあのビタミンがいいって聞いてビタミンの美容液を買ってる、今使ってるんだけど、すごいね柑橘系の匂いすんの、だからほんと純ビタミンなんだなって思う、いいね、ね、いいよね、そう、なんか人間で生成できないんだよね確か、そういうのって、うん、口から取れないってこと？あ、そのそうやって食べたりとかして、うん、体内に取り込まないと、うん、あの自分の体では作れないから、うん、ちゃんと外からそう取らないといけないって習った、うんうん、あとミネラルも確か、うん、ミネラル、そうわかめとかね、そう大事、うん、なんかね人間の進化のやつでね習いました人間がどうできたかみたいな、めっちゃ面白かったんですよその教科、何なんてキュウリたくあんじゃないです、キュウリです、うん、サラダかなんか食べててウケるって当たってるじゃん、当たってる、当たってる、すごいね、すごい分かるもんだね、今日のご飯はキャベツの千切りサラダ、あとハサミ揚げね、レンコンのね、レンコンのハサミ揚げ、酢の物、あと何、菊前煮、卵、卵、あれこれ、これ何、それ、うん、今日の朝食の残り合ってるよ、卵味噌汁ね、うん、めっちゃヘルシー、まだだから食べれる、まだ食べれるよ、でまだ食べ終わってないんです私、まだ残ってて、そう凝ってる料理だとね、なんかいろんな種類をさちょこちょこ食べるからさ、うん、そういくらでも食べれちゃう、いやーマジ健康的ですね、一人だとこんなにやんないもん、昨日作ったんでしょ、昨日作った、あのじゃがかぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃを消費させたくて作りました、で今日の朝も昨日の残り食べた、あ614日ありがとう、いやほんとねママが一旦ね帰宅するときはほんと作り置きしてくれてます、そうなの、たくさん作り置きして帰ってくれてます、秒でなくなる、ほんとにお風呂はこれからだよ、スープの作り、あそうだね、あそうだ、今日ねフルーツ祭り、おいしそうやった、今日はイチジクと梨と何？
え、めっちゃちっちゃいチジクもある。あとマスカット可愛い。あとそう、かぼちゃのスープ教えてほしい。前さらっと教えてくれたじゃん、うん、作れなかった、分かんなかった。あ、そう、超簡単な、うん、そう、親戚の方にもらったイチジクと梨と、あ、梨とマスカットは違うんですけど、うん、すごいよね。ばあちゃん家もそろそろかな。すごくない？めっちゃ大きい。これが本当の自宅。ちっちゃ。ちっちゃすぎる。ちっちゃすぎるよ、ね。ちっちゃすぎる。赤ちゃん用。コンロの音もめっちゃ聞こえるらしいよ。ん？コンロの音もちゃんと聞こえるって。はい、ね、びっくり。うん。髪の毛暗い、暗いよね。久しぶりにそのこの前ゆうなとあやねちゃんと会ったって言ったじゃないですか。その時にさ、暗くてびっくりされた。こんな黒かったっけみたいな、うん、舞台中会ってない人とかびっくりされる、こんな黒かったっけって。うん、確かに黒いかも。そう、マネージャーさんにもびっくりされました。あの舞台中、舞台期間会ってなかったマネージャーさんにもなんか、こんな黒かったっけって言われました。うん、でもね、こんなにちゃんと黒いのは今の期間だけですよ。なんか次美容院予約したんですけど、その時にはなんか紫とか入れてもらいたいなと、抜かずにね、抜かずに普通にこれにプラスちょっと紫色のやつを、そう、絶対すぐ落ちると思うんだけど、真っ黒じゃなくてちょっと変えてもらおうかなと思ってます。光当たったらちょっと紫っぽく見えるみたいな感じにしたいなって。でもね、これね、私黒染めしてないんですよ。ちょっと透明感あるじゃん、黒いけど。黒じゃなくてこれ私グレー入れてもらってるんですよ。グレー入れてもらってるから、なんかね、ちゃんとした黒じゃないんだけど、けど結構綺麗な黒に見えるよね。そう、これグレーなんだよね。グレー入れてる？でも多分濃いグレーなんかもじゃない、黒寄りのグレーみたいな。アッシュグレー？でも真っ黒じゃないって言われた。入れてるからなんかちょっと透明感ある感じになりますよみたいな、重たすぎないみたいな。インナーカラー入れない。うん、どうしようかなって。もうちょっと切るか切らないか。髪色、そう、難しいんだよね。一回なんか全部抜いてみたいけどちょっと勇気がない。私茶髪はねしたくないです。茶髪にはしたくないです。多分服の系統とね、うん、やるなら普通になんか茶髪じゃなくて、あの抜いた感じの色にしたいな。抜いてちょっと白っぽいみたいな。うん、でも切るならさ、ほんと篠田麻里子さんとかさ、あそこぐらいまで行った方がいいのかなとも思う。この長さ今多いので、遠くから見たら分かりにくいのかなって。ね、どう思う？ママぐらい切りたい。ママよりちょっと短いぐらい。ママよりちょっと短いぐらいに切りたい。あの美和さんみたいな歌手の光栄の、そう、美和さんくらい切ってみたい。
切ったんだけどさ、これめっちゃショートじゃない？うん、ショート。そう、そこまで行きたいんだけど、どう思う？マネージャーさんに話してください。そうだね、そうだ、そこまで切るんやったら言わんといけんかった。聞かんといけんかった。聞かんといけんかった。聞きますね、じゃあ、うん。聞いて切れたら切るわ。そう、でも成人式があるから、でも成人式の時はエクステつけるから大丈夫。魔法を使って、そう、魔法を使って伸ばします。そう、マネージャーさんに聞かないとね。毎回聞いてます。そう、一応ね。あとこれからさ、新曲で歌番組とか出るかもしれないしね。分からなくなりそうじゃない？あの三つ編みの子気になってたけど、あれ三つ編みいないなみたいな。あれみたいな。マネージャーさんにダメだよって言われたら諦める、うん、諦める。でもその代わり徐々に切っていく。じゃあママに聞かないで。今がね、結構ギリギリ三つ編みができる長さなんだよね。そう、今ギリギリだって。あのシュナーベルの時もギリギリ結べた長さでした。そう、めっちゃあの後ろが落ちてきちゃうんですよ、短いから。あの高さのポニーテールだから、めちゃめちゃあのメイクさんが頑張ってくださって、そう、落ちてこなかったです。切るの？って。でも今月の中旬くらいに行く予定です、美容院。なんかで普通に切らなくてもちょっと重た髪の毛の量が多くなってきたので、すいてもらおうかなと。すいてもらって、であの髪の毛の色抜かないけど、なんか紫とか入れてもらおうかなと思ってます。うん、です。12日はね、このまんまだよ。そう、あと M タメバーンさんでも私5日短かったよね、分けてたよね確か。そう、デコ出ししたりちょっと挑戦してみてるので、あの髪型もね、なんか憧れる髪型の一つだったんですけど、そう、なんかね、お胸がに見えるのが結構ね、ちょっと嫌なんですよ。そう、でもこういう分け方するとさ、ついお胸がに見えちゃうから、そう、あんまりしないんですけど、してみたので。前髪はね、今の長さ、今ちょっとね見て、ぺったんこなの。ぺったんこだからちょっと分けてる。うん、いや、おも長に見られたいと言って丸く見られたいではちょっと違うんだけど、けどなんか顔長とは思われたくないって思う。まあ、長めなんだけどね、長めの顔してるんですけど。そうね、パパに似てるからね。しょうがないよね、遺伝だしね。似てる。ちっちゃい時ね、丸かったよね、赤ちゃんの時ね。ね、ちっちゃい時は丸かったんですよ。ママがちょっとね、おもながではないよね、丸いかな、うん、丸系だから、ちっちゃい時は丸系だったんだけど、成長するにつれてだんだん伸びてきた。
出てきた。その表現やばい。でも女がな人さ、うん、美人な人多いからさ頑張るわ。何？おかしいやろ表現。顔が。どう見てきてる。まあなんか大人っぽいくなってきてね、多分成長についてね。すごいね。うん。でもだんだん慣れてきた。いやでも面長なんて思ったことないって言ってる人もいる。ありがとうございます。面長ですよね。なんで煽るのよ。いいじゃん、今片付いたやん一旦。ありがとうって。面長じゃないって思ってる人もいるみたいな。ありがとうございます。ドアップにしたらちょっと面長感ないくなるんじゃない。ダメじゃん。画面の割合でわかるやん、大体もうなんか近くになったら逆に。そうそうそう。引くとさ、おもなが感出るからさ、うん、ちょっとドアップ感にしたらいいんじゃない。いや割合でわかるだって。あれこの長さに収まってるってことはみたいな。やっぱそうなのか。だね。でした。じゃんじゃん。ね、美人さんはもながってことでありがとうございます。頑張ります。うん、ありがとうございます。頑張ります。おもながの話ずっと話せるよね。うん、おもながの話ずっと話せる。語れるよね。語れる。長年悩んできましたから。そう、悩んでた。どうやったらいいかなみたいな。でも前髪切ってみたら意外とね軽減されたと思うね。そうだと思う。前髪あったらねやっぱ軽減されるんですよ、うん、隠れるからね、うん、そうそうかも。そう、あとメイクもね結構あの目のインパクト強くしたら、うん、あのここの幅がね縮んで見えるみたいで。そう、ゆきりんさんが、ね、ゆきりんさんのメイク動画でもやってた。ゆきりんさんもなんか悩んでたんだって、ここが広くて広く見えるからみたいな。だからどうにか縮めれないかみたいな感じでいろいろメイク試行錯誤したらしくて、そういう動画も見たりして、そう、ああそうしたらいいんだとかすごい学びました。研究してるね。そう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 、そうなんですよ。意外とね、そう多いですね。多い多い。びっくりした。傷があるんかと思った。テーピングなってった。なんかちょっときた。でもね、あのどうやったら取れるん？残るんけど私。こうゴシゴシしてあげようか後で。お風呂でゴシゴシしてあげようか。だね。だねって。そうそう、私合宿で一番高かったあの最後の合宿、うん、なんだジーザス、ジーザスじゃないっけ、ジーザスか、ジーザスの合宿であの歌と踊り以外でもいろいろ評価されたんですよ。なんかなんだチーム全体での行動力とかメイクとかいろいろいろんな審査があって、でその中で一番、うん、初期じゃない、まあ、初期の頃かな、デビューして 5,6 年くらいの時の合宿で、あのメイクがあったんだけど一番高かったのが、そう、歌ダンス、うん、そのグループ内での活動力みたいな、うん、とメイクの4つぐらいあった中で、うん、一番高かったのがメイクだった。
なんか、あ、しかも2年目らしい、2年目らしいよ。2回目よ、2回目でしょ。え、3回目、3回目。あれ2年目、2年目にあったやつで2回目、え、2回目か。だって合宿ってほら、うん、初期と10年桜、あ、ジーザスか、会いたかった公演のやつ。あ、そう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 。で、その次にあれか、その次に東京ギギギの方の合宿というかオーディションみたいなのあったからか。え、もう一回さ、何の項目だった、うん、ダンス、歌、メイク、なんか行動力みたいな、チームの中での行動力みたいな。ダンスじゃなかったので、ダンスじゃなくてメイクやったメイクやった、メイクが良かったの。そう、メイクが、メイクの点数が良かった。なんか4人くらいだけなんか言われるのよ、この人たちがいいですみたいな、なんか特にいい、そう、上位4人みたいな、そう、それでメイクでなぜか私が、あとヒジリンかな、まあ、なんか選ばれてました。え、そう、なんか多分自分に合うメイクをちゃんとできてるみたいな。あ、なるほどね。そう、そうそうそう、ありがとうございます。そうね、中学生やったやん、その時。そうじゃん。そうだね、うん、やったね。そう、メイク選抜に入ってたね。でも私自分でなんか休日にメイクの研究とかはしたことなくて、あれ本当にメイクさんにしてもらったやつを聞いて真似してるだけだったので、そう、良かったですね本当に。あの時はね、やったねやったね。なんかメイク上手な人って美術も得意なイメージあるな。でも私美術も特になんだよね。絵が苦手でした。絵の方苦手だった。ああそうかも、うん、なんかアイデアはいいけど画力がついていってない感じでした。どちらかというとカゴバッグ作るとかそっちの方が得意でした白のアイラインね、全然使う機会なくて、使ってない最近。なんか使いたいなとは思うんですけど。もう秋ですよ。そうですね、もう秋です。もう秋使えるよ、使える使える。字は綺麗だよねって字もじゃなくて、字は習字やってたからねあえてるのは、うん、そうそう、小学生まで教えられますから、初等科師範。うん字と並んで顔持ってすごい気使ってくださってる方がありがとう。そう、初等科師範です。そうね、習い事めっちゃやってたよ。だって収録で習い事やってたと思う毎日何かしらやってました。週2でダンスがあったもんね。週2でダンスやってて、あと週水曜日に習字覚えてる。水曜日に習字行って、あ、月曜日から行ったら、月曜日ダンスだっけ。いや、月曜日ないか。月曜日がなくて、で火曜日にお琴があって、で水曜日に習字で、で木曜日がないか、うん、木曜日なくない。木曜日な、小学生の時のスケジュールね。小学生のスケジュールは月曜なし、火曜おこと、
水曜習字、木曜日何もなく、金曜日ダンス、土曜日ダンス、ボイスダンス、あ、土曜日がボイストレーニングとダンス、水曜、日曜日がなし、ダンス、あ、ダンス、うん、じゃ週3じゃん。まあなんかイベントとかあったからね、うん、そう。月曜日だけじゃないの、月曜日、え、木曜日もあった。あ、そうか、月木がなかったのか、うん、月木がなかった。そう、ボイストレーニングとダンスってさ、どこ目指してんのって感じだよね。でもまあここにたどり着きました、うん、お嬢様だって。ママが目指してたんだってね。私この子がやりたいって言うんですよ。そう、やりたいって言ったもの全部させてもらってたので、そう、自分で自分のね首絞めてました。うん、でもやりたいことやってたから楽しかった。あ、そうだ、英語言ってたんだ、月曜日英語言ってたのにね。残念だね。残念だね。さっきみたいにスペル間違えたからね。うん、本当だよ。そう、もっとね、この年にはもっと喋れるようになってる予定だった。ペラペラにね、ペラペラに喋れてる予定だったんだけど、サッカーはまあどうなるか分かんない。うん、え、もうちょっとやってたくない？幼稚園入る前までぐらいよね。3、4、2年しかやってないよね。スイミングもやめたね、途中で。スイミングもやめた。恥ずかしくなったよね、だんだん。うん、いや、もう泳げるからいいかなみたいな。あ、確かに。そう。一応ね、なんかフォームが綺麗ですねっていう言われてたからね。でもやっぱ本当にプールは入らなくなったら水がまず怖かった。私高校の時やるってなった時、中学校とかも補習やってたよね。やってた。高校も補習やってたけど。高校も補習やってた。でもなんか中学の補習よりも高校のがしんどかった。高校ほんと一人で10回10周、めっちゃずっとやらされて、しかも高校はみんなもうだんだんさ、補習しないように計算しだすのよ、頭がいいからみんな。けど私はなんかどう考えてもね、ちょっと金曜日の夜とかで水泳の時間がどうしても、あの 5時間目か、5時間目でどうしても早退が多い日だったの。だからどうしてもダメで、最初の方は何人かいるんだけど、もう最後の補習の方はもう一人しかいないから、一人で、そう、先生とマンツーマンで。先生もだんだんなんか、じゃあ人を頑張っときは後で来るからなみたいな、うん、先生みたいな感じでした。そう、しかもその先生がさ、あのユミリンも知ってる先生だったから。そう、結構昔からいらっしゃる先生で、懐かしいです。え、本当びっくりすると思う。でも今日中学校の先生から連絡がありました、そう、びっくり。そう、なんかその先生の友達から先生の先生友達から聞きましたよみたいな、活躍してるみたいですねみたいな、応援してますみたいな連絡が来ましたね。こうやってね、今でも応援してくださるのすごく嬉しいです。うん。うん。ね、いい先生だ。
そう、保育園の先生ともね、そうお手紙いただいたりとか、なんか本当に嬉しい、いい人たちに恵まれてるなと思います。本当にいい思い出ばっかだよ。すごい支えてもらってました。やっぱこういう活動してるから遅れを取ることも多くてね、本当にすっごい支えてもらいました。うんね、ですね。じゃあちょっとよいしょ、歌歌おう。カラオケ何うま、何が、え、食べない、後で食べる。何歌おうかな。何がいいかな。何がいいかな。あー、なかった。ありがとうってないんだね。ありがとう心からってやつ。一緒にいてくれて感謝をしてますってやつないんだ意外と。ちょっとみんなの意見を聞いてみよう。みなさん何かありますか。しっとり系好きだね。好き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 、よく分かって おいでで。あ、ティーチャー出た出た。先生の話と、ね、確かにティーチャーティーチャーにしようじゃ。だーちあーたーち、あかさーた、ティーチャーティーチャー、あた。それでは聞いてください、ティーチャーティーチャー。ね、一人で歌うの絶対きつい。はい、最後高いんだよね、わーいって。あ、科学先生タワーありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあランキング発表いきたいと思います。では何なんて全部読みなさいって、うん、はい、読ませていただきますはい、13位からいきます。ウィンパディさん13位おめでとうございます。そして12位がジアリングさん12位おめでとうございます。そして11位がラミちゃん11位おめでとうございます。そして10位がホアンさん10位おめでとうございます。そして9位がピールケーちゃん9位おめでとうございます。そして8位がポンさん8位おめでとうございます。そして7位がタカさん、7位おめでとうございます。そして6位が大粒ちゃん、6位おめでとうございます。そして5位ココンに、おいちゅっかえよ。そして4位がリムさん、サビちゅっかえよ。そして3位が星侍さん、3位おめでとうございます。
そして2位がイサッシーさん、2位おめでとうございます。そして1位がザゼロさん、1位おめでとうございます。はい、登壇している方をまず読ませてもらいました。じゃあ14位からいきますね。プックさん、ヌコッパ、ハスキーさん、ナンナン48さん、スラヒデちゃん、クラシングさん、マイさん、ヨンオンニ、ウミウミさん、ピエンさん、プレッシー、ヒョパンさん、カラテニピースさん、ヘギョンニ、ワダさん。あ、すごく変わったね、順位が。12位がフィンド 4B さん、12位おめでとうございます。そしてさんが5位ですね、5位おめでとうございます。そして3位にポクレンパサランさん、3位おめでとうございます。そして1位科学先生、1位おめでとうございます。じゃあ10位からもう一回読むね。ひろふみさん、ホアンさん、ラミちゃん、ジアリングさん、ウィンパディさん、ヌコッパ、ハスキーさん、ナンナン48さん、アスランヒデちゃん、クラッシングさん、マイさん、ヨンオンニ、ウミウミさん、ピエンさん、ヒロさん、プレッシー、ヒヨパンさん、カラテンピースさん、ヘギョンニ、ナダさん、最後のシシャモさん、コッサスミウシ、ホタルミユさん、ジョーさん、トットウシ、ビッグママさん、ミキトさん、最高のフィナーレウシ、XD さん、上を向いてフクマロさん、どこだ、テオネオさん、ゴールド888さん、ヤマちゃん、シマヤンさん、パランクスさん、ポングポングさん、ブラウンさん、ナオさん、いつもおし、グリフォンさん、魚さん、焼きとうもろこしさん、アマドさん、ケンシンさん、ケイハッピー11さん、トッシージャケンさん、ヒデジロさん、加藤ベイビーさん、イーグルイーグルさん、指揮者のキユーさん、ローソンおじさん、ケンさん、メタルピーチさん、アキちゃんマン、KYS さん、コウさん、ラブリーさん、鉄道好きコナンさん、ユートシさん、ハッピーミューシー、ウィジナッチシー、ミッチーさん、フッチャン、タロウさん、フロストさん、タマクニさん、トシくん、ドクネクロフワデスさん、サカツネガメさん、ヨークマさん、アレクサンド アンデルセンさん、グナナケさん、ネチャンタイさん、パルウェイトシー、ミューパラギシー、カレーさん、極楽さん、カックン、アズニャンさん、ネトリミュードンさん、トシさん、チョンジェシー、ナオヤさん、ピックさん、キャンディーサータンさん、道ちさん、翔太さん、はい、皆さんありがとうございます。100位以内に入ってない皆さんも見てくださって本当にありがとうございます。じゃあスクショタイムいきますね。いきます。ごめん、間違えて押したわ。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。さあポーズどうしよう。いちじく、ちょっと秋を先取りということで、大きいいちじく。はい、チーズ。後でいただきます。はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。明日の配信も多分この時間かな。ネイルンパンよりしぶっとパンソンへようこっぱじせよ。トモローショールーム